はい、はい、前半終わってご飯食べて、これから後半ですけども、はいはい、どうですかお二人、竹村プロどうですか。なんかお腹いっぱいで、うん、直射日光が熱くて、うん、後半も頑張りたいと思います。いや文句で文句じゃない、文句じゃないか、感想ね、まあ、体調の、はい、まあ暑いね、暑いよね、うん、でも二人ともスコアいいんじゃないですか。どうですか調子は。そうですね、初めて来た割にはまあいいかなと思います、うんうんうん、ワンオーバーパープレー、いやパープレーだと思います。パープレー、すごい、はい、ゆいちゃんがいや、2オーバーか2オーバーか2オーバー。じゃあ後半もちょっと暑いんですけど、はい、夏バテしないように頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。ドライバーもすってん、ドライバーするんですか明日。うん、そうですね、なんかこう右足の前でこうインパクトするイメージを潰れの時から。なるほど、お願いします。お願いします。内緒です。あ、カート道かな。お願いします。左、オッケー、抜けた、ナイス。私行かない。本当ですか。200しかない。あ、200しかない、204しかない。あ、ログですよね。ログですね。待ちます。じゃあ、うん、ちょっと危なそう。長いミドルなのかと思った。ね、マツエクですか。マツエクです。マツエクですよね、うん、しかも黒じゃないですよそれ。そう、茶色にしてあるんで、黒だとちょっと重い。だから、ね、私眉毛がめっちゃ薄くて毛がほとんどないんで、黒にしちゃうとすっぴんの時にめっちゃ浮いちゃうんですよ。あ、目がね、目力が強い。朝から思った茶色だなって。うん、茶色。プロはなんか眉毛がめっちゃ綺麗じゃないですか。それアートメイク。アートメイク。あ、すごい、めちゃくちゃ綺麗に描いてますね。でもね、このメディは自分で上げたり下げたりとか平行にしたりとかできる。へー、え、どこでやってます？私はメディカルアートクリニック。あー、有名、青山の。あ、表参道。表参道、うん。大丈夫。うん、さあ、タイミー、はい、22度で。いい、うまっ。おー、間にバンカーとバンカーの間。さすが、縦距離って難しくない？ね、このさ、刻む距離めっちゃむずいんだよな。そうだよね。たまに刻んだのにミスるともう。うんうん。確かにね。刻んでバンカーってわかる。さすがですね。何度ですか？56度で。56度。ナイスオン。
ちょっと大きかった。27ヤード。どっち？58？うん、ナイスアプローチ、ナイスバーディー。歩き出す、はい、オッケー。ナイスバーディー。危ねー、今切れて入らないかと思った。切れそうだった、うん、言わなかったよ、うん、ナイス。じゃあ2日に1回はクラブちゃんと握るんだ。でもね、インドアの時はもう自分はやらないんで、見てるとか、うん、レッスンして、うん、でも時間が空いてたらね、打つもんね。いますね。でもなんかそれやっちゃうと余計いろいろ考えちゃうんですよね。でなんか自分のスイングを直す時間ってそもそもあんまり今ないじゃないですか、うんうんうん、打ち込めないんで、うん、こうやって打ちたいみたいなのめっちゃあるんですけど、うん、もう今直せない、打ち込めない、うん、中途半端にねやるとまたおかしくなるから、うん、プロはスイング変えたいとかなんかある？何にもないです。でもやっぱりかっこいいスイングじゃ憧れますよ、うん、やっぱりなんかマキロイとか、うん、あのかっこいいなと思うけど、もう骨格自体違うし、うんうん、あと、まあ、ジュニアからやってるので子供みたいなスイングなんですよ、なんかちょっと癖のある、うん、でもそれも直したら直そうと思ってやったらおかしくなっちゃったから、うん、いいやこのままでと思ってこのまま放置って。ジュニアからやってる人あるあるですよね。もうあの、うん、昔の癖が抜けない。抜けないよね。そうだね。でも全然癖なくない。もうなんかめっちゃドロー打ちますみたいな打ち方だよね。でも私一回やめてた期間が長かったんで、うん、8歳からやって18で一旦やめて、うん、で22、3でもう一回始めてるんで、うん、じゃあ4年ぐらいやってた。そうなんですよ。その期間の後、うん、23とか4ぐらいの時にもう一回頑張ってスイングちょっと固めて、うん、で今って感じなんです。私もやっぱ切り返しめっちゃ左に突っ込んじゃうんですよね、どうしても。あ、こうこっちね。そうなんですよ。わかる。 それをさっき言ってたみたいに右で打とうと思うと、うん、次引っ張っちゃって、うん、私逆なんですよね。こう右で打とうと思うと次引っ掛けちゃうんですよ、うん、へー。私右で打とうと思うとそのままスポンキが多い。そうですよね。そうそうそう。私これをこうしちゃうんですよね。引っ掛けちゃう。悩みがあるんですね。上手い人でも。でも昔からドローですか？そうですね。ジュニアの時はずっとドローでしたね。やっぱ4年空いて久しぶりにゴルフやったらもうドローが打てなくて、うん、何打つの？スライスばっかなんですよ。そうなんだ。アプローチとかパターンは問題なくてもドライバーがもうスライスばっかで、うん、それをやって頑張ってこう直して直して、うん、ドローにして。前行きますか。はい。いいですか。前から。手前から。160ヤード。22度で。22度で。あれ。風は？風は？全然流されなかった。まっすぐ狙った方向に。本当だね、うん、何番ですか？5番ユーティリティです。5番ユーティリティ。右側。
56ですか？56です。はい。ここに ナイスです。2人のこう OK ないいのか悪いのかちょっと分かんないですね。ナイス。ナイスパ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。私のインスタもフォローしてください。はい、バイバーイ。